俺より男子部にはもう慣れた。女の子一人で大変だと思うけど。大丈夫っすよ。正直女同士で楽しく部活したかったって未練もありますけど、新入生の実力を見るための最初の試合でちょっと張り切りすぎまして、私女としてダメなんすかね。そんなことないよ。相沢さんは魅力的な女の子だと思うよ。教えてください先輩。どこに女を感じたんすか。先輩、私の女の魅力見つけてくれたんすよね。ごめん見てないから。全然何も見つけてないから。全然ない。でもどこか一つを伸ばすとかそういうことじゃないと思うんだ。相沢さんは今のままで十分魅力的な人だから。今日こそ美咲先輩に話しかけるぞ。あ、来たし。あれ誰だし。けどあれもなかなかイケメンだな。うわ、違う違うし、あいつスカート履いてるし、しかも胸超でかいし。友は空手部に仲良しな人がいるそうよ。そりゃ普通にいるだろ。何をニヤニヤして。男の人ですって。